皆さん、こんにちは。今日は X が正のとき、証明、えー、X2 乗マイナス X プラス、えー、X 分の1が1より大きくなるということで、これは、えー、中国の他の問題でやったんですけど、えー、無理やりいろいろ追加して、 で因数分解の何とかな2乗というふうに持っていきますつまりこれはですね x の2乗のマイナス 2x、えー、プラス1とこれは因数分解できますねでこれ、えー、追加質分をえー 保証しなければいけませんからこうなりますね。えー、プラスこの x ということでこれはどうなるかっていうと x-1 の2乗でこれも無理やり因数分解します。これ因数分解すると言ったって x と x 分の1ですからルート x ですね。ルート x の2乗 それからマイナス2の、えー、プラスルート x の分の1の2乗という格好ですね。でこれ保証しなければいけないですね、ここマイナスだから。でこれは因数分解できて x-1 の2乗の x-1 の一の 二乗ですねプラス1これは必ず0より大きくなるということですね。えー、あ1より大きくなるすいません1より大き,大きくなるということですねこれが1だからでこの1プラスアルファということですね。えこ、ー、れ中学生の、えー、ですからえー まあ、そういうことですね。はい。えー、今日の単語は literacy ですね。literate.literacy っていうのは、えー、読み書きができるということですね。で、まあ、あのー、教育によって literacy ルを上げると。 いうふうな国の政策がありますって The National Policy to Increase a Literacy Rate by Education って言いますね。だから、あ開発国なんかで、えー、読み書きができる人の数を増やすために Literacy Rate っていうことを言います。Literate っていうのは形容詞で、えー、He is literate って言うと彼は読み書きができるということですね。 ね、そういうことです。